杉原アンリ、触ってみます。杉原アンリの可愛いさは何時までも色褪せない、そして半端ない。杉原アンリ普通に好き、慣れてるな誘い方が特別ですよ。こりゃあ有吉に限らずイチコロだよね。杉原アンリはいつ見ても綺麗だな。お試しプラン入っときますか、くらいの誘い方最高。声のトーン、頭、顎、口の動き、手の仕草、見せ方、目線、何もかもが完璧。ここまでうまく誘われたら触るのが礼儀です。兄貴羨ましいわ、惚れてまうやろ。杉原は今までで一番綺麗なグラドルだな。彼女や奥さんなしの状態でこれを二人きりの時にやられて理性保てる男は果たしているのか。人差し指をここに置いておくからそれに触れていいよっていう。アンリちゃん相変わらず可愛いな。この後楽屋で何も起こらないわけもなく